どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょう。そして皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者8500人を超え、8600人も突破。いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者8700人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが6月16日の水曜日なんですけれども、本日ついに東京オリンピック侍ジャパンの最終メンバー24人が発表されて、タイガースからは青柳投手、岩崎投手、この2人が選ばれました。なので今回の動画では、なぜ稲葉監督がこの2人を選んだのか、そしてこの2人が選ばれた後のね、まあ、本人のコメントであったりだとか、あとはタイガースの中から主な選出漏れで言うと、まあ、ルーキーの佐藤選手、梅野選手ね、この2人の名前というのは結構上がっていたんですけれども、なぜ外れる形になったのか、まあ、ただ梅野選手に関してはね、相澤選手の状態次第ではまだこう選ばれる可能性あるのかなということね、まあ、この辺について深掘りをしていきながらお話をしていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますが、まずこちらが最終のね24人発表という形でそれぞれ名前挙げられたわけなんですけれども、まあ本当にそうそうたるメンバーですよね。ただまあそれぞれのメンバー選出の中でね、まあ俺はこう思う、私はこう思う、いろんな意見があると思うんですね。まあ不調の選手に関して稲葉監督もコメントを出してるんですけれども、最適な組み合わせと思ってますし、これから状態は1ヶ月ある、今状態は良くない選手の中でも挙げてくれると信じている、これまで選手の姿を見てきた中でこの選手とオリンピックを戦いたい、それを信じて迎えていきたいっていうコメントを出しているので、まあ、しっかりとね、侍ジャパンのもそのコーチ、監督含めて、もうしっかり自分の足を運んで、そして目で見て選んだ24人、そしていろんなね、まあ、しがらみっていうのもあると思うんですよね。この選手なんで選ばれてないのって、実はまあ、辞退してたとか、まあ、球団がどうとかね、我々には目に見えないところもあるんじゃないかなと個人的には思っているので、まあ、選出に関してはこの24人でね、もうしっかり金メダル取ってほしいというところなんですけど、まあ、僕自身がね、このメンバーを見て思う全体感というところをまずお話をしていきますが、まあ、比率で言うとね、ピッチャー11、野手13ということで、まあ、稲葉監督もこの比率には迷ったっていうコメントを出してましたよね。まあ、暑い中でね、ピッチャーもしっかりと短いイニングで変えていくというコメントも出していましたし、で、投手陣で言うと抑えは決めないっていうことも言ってましたね。まあ、基本的にできそうなのが、まあ、山崎康明投手、で、平投手、栗林投手、まあ、この3人がね、まず候補として上がるかなというところで、まあ、先発で言うとね、山本投手もいざとなればもう守護神行ってくれっていう風なね、まあ、準決決勝とか可能性もあるんじゃないかなと思います。で、打者で言うとね、ちょっとサードがね、村上選手一人だけだなというのは気になるんですけれども、まあ、オプションとしてね、山田選手とかもできそうですし、まあ、源田選手とか、まあ、坂本選手も最悪ね、できるんじゃないかなということで、サードは大丈夫かなと思いますね。まあ、不調の選手もね、いろいろ菅野投手、まあ、菅野投手ね、先ほど抹消の発表があったわけなんですけれども、まあ、そういう選手たちもちらほらいるわけなんですが、まあ、そういうね、選手たちの上がり目というのにも期待して、この24人が選ばれたということですね。で、我らがタイガースからは2人選ばれましたね。まずは青柳投手ですけれども、この青柳投手を選んだ理由として稲葉監督がコメントを出してるんですが、ゴロを打たせる投手として先発、リリーフ両方での活躍を期待しているっていうコメントなんですけれども、まあ、やっぱり青柳投手に関してはね、もう今シーズンも状態がいいですし、で、ハマスタね、どうしてもこう外国人選手との戦いになりますから、ホームランが怖いと、打ち上げられるとピューッとね、入っていってしまう可能性があるので、まあ、ゴロを打たせられる、そして変則派、そういうところでこの青柳投手が選ばれたというところなんですけれども、青柳投手はね、こう他球団の選手から吸収したいことは何ですかって聞かれた時に、僕自身他球団にそんな知り合いもいないですし、トップの投手がどういう調整をしているか、どういう投球をしているか、そしてどういう考えでやっているのかということが気になるっていうね、コメントを出しているので、まあ、本当にこれがね、いい経験になると思うんですよね。自分たちのね、チームでももちろん素晴らしい先輩陣のピッチャーはいるというわけなんですけれども、まあ、それでもこう一歩外に出てね、まあ、本当にこう球界のスターの選手たちの、まあ、考え方、そして取り組み方っていうのをね、まあ、学ぶということで、また大きく成長できると思いますし、で、青柳投手はね、雨のことについて、まあ、ハマスタですからどうなのかって言われるとね、僕先発じゃないかもしれないんで関係ないかなと思います。雨降ってもその先発の人のせいにしますって言ってるんですけれどもね。まあ、本当青柳投手が登板して雨が降ったりしたらもう絶対 SNS ざわつくかなというところなんですけれどもね。まあ、青柳投手に関しては先発でも中継ぎでも本当にこう便利屋として投げていく可能性が高いんじゃないかなということで活躍期待したいなと思います。で、岩崎投手ね。まあ、岩崎投手に関しても、おそらく現在不調のね、選手の中に入ると思うんですけれども、まあ、一軍ね、今日合流したっていう話もありましたし、岩崎投手選ばれました。で、稲葉監督選んだ理由としては、初見で対応するのが難しい特殊なサウスポー、左右関係なく1イニングを任せられる投手だと思ってますっていうコメントを出しているので、まあ、岩崎投手に関しては、まあ、正直なかなかね、あの手の振りで、ピュッとストレートがま、いい時は140後半出ますからね。なので、そのボールっていうのはなかなか右左問わず打てないと。で、岩崎投手も選ばれて、
てコメントを出しているわけなんですけれども、自分自身としてはいい時悪い時ありましたけれども、なんとか日本のためにと思って投げていきたい、それからこういうとこれからもそういうピッチングができたらいいなと思いますっていうコメントを出してるんですけど、まあ、リフレッシュ期間でね、見つめ直したことは何ですかと問われると、この時間をもらった期間も巨人の試合もチェックしていたので、出たところでしっかり投げられるようにするのは変わらない。そんな感じでいけたらなと思います。自分が抹消されるまではチームが勝ったり負けたりだったんですけど、札幌仙台で連勝してくれてすごい励まされた。そこで一生懸命活躍しているのを見て、僕自身も励まされたっていうコメントを出しているので、まあ、岩崎投手もね、なかなか交流戦で防御率をバーンとちょっとね、悪い方向に上げてしまって、で、なかなかこう、勝ちもつけずっていうところでね、ちょっと苦しい登板の中で、まあ、抹消という流れになったわけなんですけれども、まあ、帰ってきて、このジャイアンツ戦からの登板になりますしね、まあ、ちょうどジャイアンツも丸選手が帰ってきたりとか、まあ、それぞれこう、主力の選手たちが上がってくる中で、やっぱりこの岩崎投手のね、存在というのは間違いなく大事になると思いますから、まあ、青木投手、岩崎投手ね、タイガースの中でこの二人変則派として選ばれたわけなんですけれども、まあ、精一杯ね、応援していきたいと、まあ、疲労の心配とかももちろんあるんですけれども、まあ、選手からすれば絶対にね、この選ばれるというのは名誉なことだと思いますから、まあ、そういった意味合いではね、こう全身全霊で我々ファンは応援したいなと思います。で、タイガースの中からね、まあ残念ながら選ばれなかった選手についてなんですけれども、まあまずルーキーの佐藤選手ね、まあ佐藤選手に関してはいろんなね、解説者の方が選んだら面白いんじゃないか、可能性あるんじゃないかと、で、後半になるにつれ言われていたんですけれども、まずやっぱり外野のね、あの鈴木選手、吉田選手、まあそしてね、柳田選手とか、この辺の中に入っていくのはなかなか難しかったというところですよね。で、三振の数が多いからどうこうというよりも、やっぱりフォアボールを選ぶ能力っていうところですかね、まあ全体の出塁能力、まあ山ピッチングコーチがね、もうずっとこれは言ってますけれども、ピッチャーはとにかくフォアボールを出さない選手で、バッターはフォアボールと、まあ、出塁ができる選手を、まあ、基本的には選んでいくという流れの中でね、もちろんこう一発という魅力がある選手なんですけれども、まあ、そういう全体のところを見ての、まあ、あの3人の選出になったのかなと。で、やっぱり佐藤選手に関してはスタメンでこそ輝く選手であることに間違いないので、まあ、代打で出てきてもね、こう三振っていうところだと、まあ、チームも乗れなかったりしますから、まあ、3打席4打席与えて、その中での一発長打っていうのを期待したい分、まあ、あの3人の中に入り込むっていうのは難しかったところなんですけれどもね、まあそれは今後より佐藤選手がね出塁力が上がってきて、まあそれこそ村上選手のようにフォアボールも取れてホームランも出るという理想形の形になれば、もう悠々ねこういうところに入っていける選手になるのかなと、まあ佐藤選手のまあ落選というか選ばれなかったところについては思いましたね。で、梅野選手なんですけれども、まあ、梅野選手に関しては、まあ、海選手、相沢選手、そして栗原選手、近藤選手がね、まあ、最悪キャッチャーができるということで、まあ、4人選ばれるような形にはなったわけなんですけれども、まあ、侍ジャパンの経験というところが、まあ、優先されたのかなと、海選手に関してもそうですし、で、相沢選手もそうですよね。相沢選手はプレミアのもう中心キャッチャーですから、まあ、プレミアがとりあえず延長になるっていうのはずっと言われてたんでね、まあ、梅野選手もなかなかそういうところ入り込めていけなかったんですけど、まあ、ただ、この相沢選手に関してね、昨日のライオンズ戦でちょっと怪我をしてしまったんですよね。で、まあ、球団の報告を待つと稲葉監督も言っていたわけなんですが、球団関係者の皆様の報告を待っている最中、話を聞いてから今後どうするか決めていきたいっていうコメントを出しているので、まあ、もしかしたら他のキャッチャーと入れ替わる可能性があると思うんですね。で、その中での候補というと、やっぱり梅野選手か木下選手、このどちらかになるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですね。というのも、パリーグにもね、例えばこう森選手もいたりするわけなんですけれども、もし森選手っていうことになると、海選手、森選手、栗原選手、近藤選手全員パリーグのねキャッチャーになってしまうので、まあ、それはねやっぱセリーグのピッチャーもたくさんいますから、まあ、梅野選手、木下選手のどちらか、まあ、個人的には梅野選手になりそうなのかなとは思ってるんですけれどもね。まあ、疲れもね、いろいろ心配されますけれども、梅野選手はね、まあ、侍への思いというのは強い選手ですから、まあ、相澤選手がね、まあ、選ばれるというのが一番いい流れだと思うんですけれども、まあ、その辺はちょっと注目して見ていきたいかなというところですね。まあとにかくね、タイガースからは二人、青柳投手と岩崎投手選ばれたわけなんですけれども、まあ岩崎投手もね、今日一軍合流してそのことに対してコメントを出しているわけなんですけれども、時間ももらったので自分としてはオールスター、オリンピックまで一点もやらないぐらいの気持ちでやっていきますっていうね、まあ力強いコメントを出してくれたわけなんですけれども、まあ今シーズン27試合で1勝3敗18ホールド、防御率が 3.09 ということで、まあ交流戦始まる前はね、もう1点台の前半でしたから、まあほんと安定感抜群というところでね、もう欠かせない投手ではあったんですけれども、まあ、特にやっぱりこの岩崎投手が帰ってきてくれたことによって、より中継ぎのバリエーションというのが増えていきますよね。まあ、藤浪投手が8回にこうハマる形になって、で、馬場投手もいて、で、岩貞投手のね、まあ、状態がちょっと上がりきらない中で、この岩崎投手が帰ってきてくれたというのは、まあ、左のね、この分厚さというのを増させる意味でも非常に大きいと思いますんで。
まあ、いきなりね、8回というのはちょっと厳しいかもしれませんが、まあ、6回、7回ある程度リードした場面で出てきて、またこう1軍でいけるんだというところを見せて元の位置に帰ってくれるっていうのが理想だと思うんでね。まあ、今後タイガースね、ジャイアンツ3連戦待ってるわけなんですけれども、どのようなね、形で戦っていくのか、また次の動画でね、ローテについてはちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、この辺ね、矢野監督がどんな選手を起用していくのか、注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者8600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者8700人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。いろんな声がある中ではありますが、青柳投手、岩崎投手、タイガースの代表、そして日本の代表として頑張ってください。